月とをかけまして、えー、黒ひげキッパツゲームとときます。その心はこの一月にドキドキです。<laughs> ありがとうございます。はい、ワラバ研究所始まりました。12月8日ですね。はい。はい、と,、えー、と12月8日土曜日、えー、17時40分になりました。はい。 ねねまあちょっと変な声なのは四時四時三十分 <laughs> どうしたの疲れてるのかな <laughs> <ー>失礼いたしましたはい、えーえー、はい、はい、私ワラバー研究所研究員 K.C. 高飛車でございますどうぞよろしくお願いいたしますはい、はい、そして、えー、研究所所長はい、えー、代理はいピンチったこの方ですハイタイグスよ中ガナビラマーチャンナとエビン優しく逃げサビラはいはいありがとうございますあもう、はい 今の良かったですね。あ、そうですか。あの、あのかけ、あの、あのか、かけじゃないけど、喉かけ。ね、ああ、確かに、このひと月でドキドキですね。もうね、十二月八日ってことはおかしいですね。本当ですね。ということは、もう、あと、あっと言いますよ。もう本当ですよ。もうね、しわすという、このことは、言葉がありますけれども、それにふさわしいなと。そうね。 もういつも走り回ってるイメージがあるんですけど12月寝てたらもう那覇マラソンがあったりとかねこの間ありましたけどね場外の皆さんは本当にもうまだこれから走りますかいやいや今頃まだ多分ねちょっと若干また筋肉がアガアガしてたりとかねそう大変でしたね。 今の季節やっぱりね日中まだ暑いですからね,、うん、ねそうなんですよねだから水分補給しっかり取られてねそういうあとはねやないとそう。 日中、また暑いなと思ってたら急に夕方になったらぐっと下がった下がりますすねもうびっくりでよ本当に朝晩の気候の変動が激しくてあたとかまた寒いとまたおじいおばあたゃんはひいさんひいさんしてからねまた蒸し蒸しに来るから皆さん、ちゃんと。 体調管理だけはね気をつけてはいでねまあと今日二人で喋ってるんですけどもなんとね今日ねなんとあのこの番組初めてじゃないかなあのゲストさんいませんああそうですはいあえあのねまあまああのいろいろねまあえまあ声かけはしてみたんですけどもそう思えばまハちゃんがいればゲストいなくても大丈夫かなと思ってまあ兼ねてますので。 あのねそう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 。<laughs> そうなんですで今日はね、12月も入りまして、先週ね、ラバー研究所的と企画会議ってね、ミムちゃん呼んでね、話したんですけども、なんかね、この番組でまたね、こういうのやっていきたいなとか、そういうのね、あと12月七日ではのお知らせとかね、ちょっと告知とかもっていったらね、多分もうあっという間にね、収録終わるんじゃないかと思って、収録終わるんじゃないかって、ねれしそうに言うなって、本当に、い失礼しました。でもね本当に 私もやっぱりねあのさまざまなゲストという形だったりはアシスタントだったりで入らせていただくこと多いんですけれどもやっぱりこのケイシーさんのこの出会いっていうのはやっぱりこの1年振り返ってみた時にもあのやっぱり大きかったなああらりがとうご思いますねままああこう まあちゃんとお会いしたのはまあだいぶ前なんですけどたまたまねねまあ某 F.M. 小田さんでねそうお会いしてで何年か前にねで今度はあのまた。 たまったらその別の曲でそうなんですよギノアン氏の方でそこでゲストに呼ばれて僕が呼ばれてそこでレギュラーのマーちゃんがいられてそこであら久しぶりってことでう当ですよ私もケイシーさんがねこのあのゲストに来られた時の私も初めての担当日だったんですよあそうなんですかははこの毎月このパーソナリティがね入れ替わる番組ですけどこの番組がね でその番組の第四週目っていう時に初めましてなので初めての曲だしね初めての場所ですしあれちょっとドキドキだねなんて思ってたらまあなんと心強いケイシーさんお越しにな、ね、あらまあもうねあら私もえ今、ー、褒められっぱなしでございますわ本当本当なんか嬉しいいやいやもう本当に私はあのー、心置きなくお話もできまして <laughs>、ね、あそうですか <laughs> ねあのー まちゃんね一応わらば研究所でございますんでねあの何でしょうねこれなんかご対面番組でなってしまったよね昔やったパンチでデートじゃないんですよ本当にもうあのねそうそうですねまあこの1年振り返ってみてまあそのいろんな形で出会いがあったりとかですね今年出会った人とかそれぞれ皆さんもねリスナーさんもいらっしゃると思うんですけども僕はやっぱりねこの番組を通して思ったのがあのまあ このいろんな教育現場に携わる方とかお会いできたりとかあと学童さん子ども食堂さんの方にお会いできて初めてこの「じゃあ謎かけをこの言葉遊び教室としてやらせていただけませんか?」ということで展開ででききたたのが大きかったです、うん、そうですよね、はい、私もやっぱりあのこのね何度も言ってしまって申し訳ないんですけどやっぱり謎かけというのはこの。 まあ商店であられるとかこのまあね本土の芸人さんのね主にこうイメージが強かったのですからね沖縄の方で謎かけってやっぱりこう目ピンってこないというかうんなかなかこうしっくりくるものがないというかですねあのまあかけ離れたものというふうに言った方がいいかもしれないですねそんな感じがあったんですけどもやっぱりこう実際にねお話を伺っていく中で感じたのはこの「 やっぱ脳も活性化しますし、うんはい、表現の幅も広がりますし、はい、あすごいなと、はいうん、それでまたね一番ね、はい、もう子どもたちが大喜びそうなん子どもたちがねまたやってとかねとこれ面白いとかっていうこの反応とかね、うんうん、もうやっぱり聞きますと、はい、あこの子たちも。 ね、こういうまた一つの言葉遊びがねあるんだってことが分かったってだけでもね大きな収穫じゃないかなって思いましたよ。それにつきますね。はい。はい。なんだあれ今日なんか僕今日すごい褒められる回ですかなんかなんか最終回みたいな感じになってるけど大丈夫ですよまたまた続きますよね。本当ですよまだ続きますから。続きましょうね。はいスポンサーさん募集中でございます。募中って言っちゃった。この時点だな。 中止をもそうだよもう没中でございます。よろしくお願いしますね。はいえっとねえっとまあえっとねあそうだそうだあのねこのまあ放送がですねまあ12月8日なんですけどもあのまあ12月になるといろんなイベントもありますね。先ほど言ったこのスポーツイベントもそうなんですけどもあとですね来週12月15日なんですけども12月15日ええまあこの放送 以前出ていただいたんですけども県立図書館沖縄県立図書館が旭橋のね大葉さんとかあったりとかあの場所にまあオープンと一転オープンあれですか要するにバスターミナルバスターミルの上に上にできるいでっかくオープンいたしましてそうそうそうこの間ね来ていただいたんですよ。 それでああの、まあこのまこ番組の中でいろいろ魅力とかも言っていただいたんですけどまあちゃんは図書館とかは利用されますか私ね実はあのまあ最近はなかなか行けてないんですけどあ、はい、あのー、まあ、そううですねもう小学校の時が本が好きで、はい、本に囲まれてるのがやっぱ落ち着くというか、はい、そういうのがあったので、はい、読まないん 読まないって言ったらあれですけど、はい、まあこの本があるっていう中で、このいるっていうのが居心地がいいなと思ったんで、はい、もうやっぱり事あるたんびに行ったりとかをしてましたね。はい、そうですね。うん、あの図書館ってね、まあそのまあね読み読みで、でまあいろんな文学にね、えー、出会えるのもそうだし、えーえー、あとは今はこう調べ物をしたりとか。 でまたあの最近おしゃれなねいろいろな図書館ができたりとか。であのね、えー、なかなかやっぱ、ね、本屋さんとかっていったらね、はい、このあ値段がちょっと高くて買えないなとかっていう本とかも、うん、図書館に行けばね、はい、まあ注文というか、ねはい、取り寄せしていただいたりとかして、えー、またね借りられますのでね。はいあ こんなね、まああのまあ無料で、そしてまたあのね身近な場所で、はい、こうやって本に触れ合い触れ合える場所があるっていうのは、すごくやっぱりあのいいなって思います。そうですね。もうやっぱ何時間いてもね、まあそうなんですよ。そですけないですしね。そうなんですよ。ね、まあちょっと僕もまあさらっとね、この新しくできる今度の県立図書館なんですけれども、今回のですね、図書館の面積が 今の、まあ、現存の県立図書館の2倍で 2>、はあ、さらに、えーええ、自由にこの、ねまあ、手に取れる本、まあ、貸し出し OK ですよという本が3倍近い30万冊。えー、30万冊それはあくまでも自由に手に取れる本なんですよ。ということはあのまあ、ね、あの貸し出しはできないんだけど、うん、資料としてはあのいいですよという。 資料とか本とかね公文書とかそれを含めるともう多分その倍ぐらいはあるんじゃないかと。すごいですねすよねもう最大級の県立ですからね特に沖縄だと沖縄関連になるとさらにまたね資料も増えますし沖縄の本だけでも絵本もそうですし最近漫画とかもね。 まあ作家さんとかまあ漫画家さんもいろんな方が増えました。で、あとはですね、あのまあ今回はそのまあ、えー、あその図書館の中そのあの、えー、なんだ朝日、えー、橋の新バスターミナルの建物の中の三階から五階ですね。こちらにもうその広場を丸々使って。三階から五階が図書館ってことなんですか。かそうです。えー、で,でそれで三階は、えーえー、まあ子供関連の絵本。うんうん、あ絵本。あでも、まあ、そういった書籍とかがあって。はいはいはい なんだろうこうまああのじゅうたんじゅうたんが敷いてあってこうなんかこうキッズルームみたいなところがあってそう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 なうそ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 うのうそ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 うとうそ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 ううそ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 ううかそう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 そそう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  にはあんそうこうゆっくりできたりとかあとこうやっぱりね図書館ってやっぱこう優等生が似合うイメージわかりますね眼鏡かけたりとかね文学少女みたいなねそうですねあとはこのやっぱり日頃から活字に触れてますよという人だったりそうですよねででやっぱりでもね子供ってねやっぱこう ね静かにしなさいって言われる場所に書って走っちゃうんですよね。ねわわ走っちゃう。わわね。ねまた叫ぶというか。ねえまあしかも広いからね。その都度ね図書館の先生があいすあい走らないあったりとかね。懐かしそうでしたね。あのなんかねまあこういう県立図書館もそのまあいいんですけども例えば大人になった僕たちがですね。はいはいはい。例えば母校の小学校の図書館をちょっとまあ なんだろう回ったりとかちょっと体験できるとかねそういったのがあってもなんか面白いかなで,かそうですねやっぱりこの何でしょう私たちの時っていうのはまああのまあ私の場合母校とかなんですけれどもいまああのー。 時たま,まあたまにですけど、はい、あのまあ、こういう回覧とかで回、まあ、ってくるときにです、ねはい、図書館が「こんなコーナーです」みたいな感じのが入ってたりするんですけど、はい、そういうのを見たときにすごくなんだろう、はい、あの、はい、やっぱり階層じゃないですけど、はい、配置が変わってたりするじゃないですか、はい、この棚の位置が変わったりとかって。 こんんんなな感じのの本もその時かかからあったんだとかね,うねなんかこういうふうな本もあったんだとかねはい、はい、あの時はねまだ気づかないとかメニューね触れられ、うん、触れないような感じだったけど、うん、大人になってね改めて、うん、あこんな本もあるんだねとかっていうことでね、はい、なんか知れたりとか。はい 私なんか小学校の時得意なんですけども季節に応じて例えば今の時期だとクリスマスですよねツリーが入り口の方に置かれてたり3月になるとひなだ祭りがあったりとかってまたこの季節ごとに応じて展示の内容とかも変わったりもしてるのでそれも面まああとね沖縄だったら6月にね慰霊の日があったりとかちょっとまあそこはねとは平和学習とかの参考の本があったり さっきのこの12月15日にオープンします県立図書館でございますけどもこれまでは確かに、ね、僕も一応あちらのそのねあね会員カードを持ってたんですけど確か火曜日が済みだったのかな、えー。夕方も 夕方6時ぐらいまでだったと思いますがなん,す、ね、なんと今回新しくなります、はい、新しくなった県立図書館、はい、あの祝日も休まず<ー>で平日土日ともに午後8時まで、はい、そう8時まで空いてるんですよ図書館が。 あっちってやっぱりほらね会社帰りの方とか旭橋の方ってオフィスビルありますありますねだからちょっと何か例えば調べ物したりとか会議で使いたいとかきっとあると思うんですよ。ねまたこのね遅い時間までっていうかねあの長く空いてるっていうとね本当にいいですよね。ですよね。あとはねやっぱこうねモノレールの木もありますしまあバスターミナルもありますから。 本当だのものいでしょそうですねまあちょっとほら、うん、例えばね会社がちょっと終わってうん、うん、ちょっとまあゆっくり1時間ぐらい読者ねちょっと読書回しながらそれでまあ、うん、あのそこでまあ楽しむのもありなのかなって、えー、でちょっと渋滞でみんなねこう、えーうん、まあイライラしながら帰るんじゃなくてちょっと本読んででちょっといいなと思ったら借りていってそこでバスとかモノレールの中で読みながらね本当だこれね。 これいいシステムですよ、これ。で、すねがいいいとうまたそれでゆっくり読みながら、また会社に行きながら返すといですね。まあ、これで、ここでのね、以前来ていただきました、この県立図書館のね、この中尾さんって方なんですけども。 まあ、開館したらですね、県民みんなの場所として、どんどん活用してほしいと、はい。なるほどね。見かけているそうです。はい、私も、まあ、ね。まあ、中部だとね、なかなかやっぱり、ね、遠いなあ、なんて思ったりするんですけど。でも、新しいね、また場所でもありますし。まあ、中部も中部でね、あの、ほら、ね、沖縄市立図書館のあちにね以前のコリン座でしたっけ中にた、ね。そうです、そうです。中、中にもできて、ね、上等になって、もう、それこそ広くなって、もう、ね。 増殖数も増えたのでまたこうやってね時間あるときに図書館巡りするのも楽しいかもしれないですね。んかね楽しそうこの時にねせっかくこれから冬休みになったりとかう正月休みもありますのでぜひこの時期にね図書館でちょっといい一冊を選んでみて。 ちょっとまあね、はい、まあゆっくりとお時間を過ごしてみたらい,いかがでしょうかという、はい、ちょっとなんか風流っぽくなんか締めましたねいや,いやいやいいですね,ねたまにはこういうもう,いもう本当にね、うん、ケイシーさんとねやっぱりこの関連付けるじゃないですけども、うん、やっぱり共通する部分やっぱりこう表現力、はあ はい、っていううとところがあると思うんですやっぱりこのねいろんな方と、まあ、出会ってお話をしていろいろね身につけるってことも大事だと思うんですけれども、はいはい、やっぱりこの目に触れる良書ね、うん、このに、はい、親しく本にこう失神書っていうんですかね、はい、なるっていうことを通して、はいはい、またあ こういう言葉ってあるんだなとかこういうい知らない表現ってあるんだなっていうところもあったりとかしてそうするとまたね「あうん、ないない」とかけて「ないない」と解くっていうことでまた「あっケイシーさんのね、うん、あこういう表現の方にもこういったところからまた、ねはいはい、引用できるかな」とかですね、はい、本当にねこの日本語ならではのね、はいこの 言葉遊びだと思うので。ああそうですね。やっぱそうね、うん、やっぱ図書館はやっぱそう。そうね、本はね、やっぱ言葉のまあ、ねうんうん、倉庫ですからね。うんうんうん、なので、はい、やっぱりそういった意味でもですね、うん、ぜひあ。 自分自身をまた心を豊かにする場所としてもそうですしまた言葉の表現,よね表現を広げる場所としてもぜひね活用していただいてもいいのかなってね本当にあの癒しの場所だと思うのでただあの本がいっぱいあるからこの本読まないといけないではなくてねもう本当にいろんなねジャンルの本もありますのでそこに触れていきながらねあこれも楽しいこれも楽しいって言ってもう私も,もう図書館に行ってなねもう。 本当にもう読みたい本がたくさんあるもんですから、はい、もう何冊までよって言ってもう枯れてくるんですよ。はいはい、もう やっぱりこの冊数のねあの限度ってありますから、はい、それまで何冊まで一人何冊までですっていうのでこう借りて帰ってくるんですけど、はい、なかなかね読めないとかってあったりするんでその場で読みましょうとかって言ったらね、うん、もう閉館時間ですとかねそうなんですようそういうのもあったりとかするんで、うん、あやっぱり、ね、足が遠のいてしまうなっていうところもあるんですけど、うん、やっぱそこはですねやっぱり私自身もそうなんですけども。うんあ もうこの時間をこの時間で図書館にちょっと行ってから2時間でもいいし1時間でもいいからこうね活用しようって言ったらこう時間内だけでも行けるようにできたらなというふうに思ってりますはい12月15日にオープンの、はいえー、県立図書館のお話をちょっといただここからでい、ねうん、っとここらで一旦コマーシャルでございます。はい わらば研究所的生コマーシャル栄町の暁は夜の公民館はいまあね今まで図書館図書館って話してたんですけどもえ <laughs>、ね、これはねもうえあのまああの暁ね栄町のど真ん中先日まね、うん、まあちゃん来ましたね行きましたい,いかがでしたはいすごく、はい、もうすごくアットホームではい もう料理もね美味しかったですし、もうすごく楽しみな楽しんであの過ごすことができました。あのねその周りのねこのお店でこのねこう注文して食べられるっていうシステムがねそうなんですよ。でもあってもうまたねお店のまマスターさんでしょうかね面白い気さくな方でね。 もう面白いね話もできましたし奥深い話もできましたしはいい時間だったんですよもういろんな人が行き来するそんなね夜の公民館暁でございますけども夕方の夕方6時からそして12時まで毎日おそらくオーナーが今日休みって言わなければやってますははいいそういう暁でございました。いいいですよは で、皆さん、ぜひ、ぜひ、ちょっとね、会社終わって、いいなと思ったら、行ってみてくださいね。はい、ねえ。ぱっ、はい、と、あうかもしれませんよ。<laughs> いいですね。はい。じゃ、あそんな暁でございました。はい。わらば、研究所。<laughs> わらば、研究所。<laughs> た,くた,くたくみ、たくみ、たくみ。あんち。 はい、えー、もうね、はい、まーちゃん、いい今日図書館のお話があまりにも盛り上がりすぎて、もうエンディングでございます、アギジャビュー、師走、ねね、らしい話はしてなかったです、全く。<laughs> どううししまょいやでもねあのまあまだ8日ですから3週間ぐらいありますでしょそうですねなので次の時にまたね12月らしい話を持っていきましょうかねって思ってますよろしくお願いしますはいねえあのねえラバー研究所ではですね皆様からのお便りお待ちしておりますこちらメールが780アットマーク F. M. 那覇ドッ J. P. 780アッマーク F. M. 那覇ドッ J. P.。懸命にね、わらば研究所と書いていただきまして。まあ、あのね、まあ、皆さんからの、まあ、例えば、ね、イベントとかね、告知とかね。え、例えば、まあ、ね、クリスマスパーティーと、これからも、あると思うから。そうですね。そうそうそう、どんどんね、呼びかけていただければ、バンバン宣伝しますので。萌え怖い、貧乏ってか。萌え、まあ、ね、もう、子供の萌えですよ、本当、あれね。いいや、本当にもう、そうそう。 あ、クリスマスもそっか近づいてそうだよねねえまあ考えたらあるですねたくさんイベントありそうですねありますよまだまだそう12月がねちょうどまああの土日がねちょっとあのえど土曜日がねまあ5週にわたってるんでそうですちょうどいいなんかこうタイミングに合うのかなってうでもそうですよねえ。 まあ、あのー、ね、まあ、12月、ま、はい、まあまあね繰り返しますけどもうん、うん、あと、まあ、ままああ何があったかなと思いながらもまあこうやってぼーっとしてるうちにあっという間年取っちゃいますよと <laughs> 大変ですよ。<laughs> まあ これから12月になりますと、ちょっとね、まあ、あの、いいまあ、寒くなってきますので。本当<い>、くれぐれもね、皆さん、体調管理だけはしっかりしていただきまして。で,ねはい、で、また、子供たちはね、もう少ししたら、楽しい冬休みもありますので。うんうん、そうですね。ね。もう、体を暖かくして、でも、子供風の子っていうからね。風の子ね。うどうだな,、ね、な。<laughs> でも、あの、ムーティはしないで、ね、暖かくしてからにね。眠ってくださいよ。そうですよね。以上、まー、あ、ちゃんからの言葉でございました。<laughs> はい。 さあ、えラ、ー、バらば研究所ね、はい、まあ、今週はこの辺でってことで、はい、よろしいでしょうかね。はい、大丈夫ですか、ね。はい、はい、では、また来週、この時間、えー、夕方六時半、はい、夕方四時半にお会いいたしましょう。<laughs> はい、それでは、皆様、良い日曜日をお過ごしくださいませ。はい、それでは、皆さん、ごきげんよう、さようなら。はい。グブリーサミ。はい